これも始まってる。始まってるわ。あのさっきまで言ってたフォロワーの悪口も言わない方がいいよ。言うてないわ。何やねんあいつらみたいなもん言わない方がいいよ。もう始まってんだから。お前がそういうこと言うと放送されてるから。いやお前がそういうこと。あどうも。ちょっとねあの相方があの放送されてるの知らなかったのでちょっと今口悪くてすいません。やっぱり言うてないやろ。あそうな。久々のリオさん。リオさんは久しぶりに来た時も、あどうもめっちゃ久しぶりですね。うちわちゃんもこれ今くれたのかな。あうちわちゃんもありがとうございます。あ、 ありがとうございます。いいですね。ちょっとずつ視聴者がリツイートするわ。ちょっと前の、ね、今の画像面白いの。お前の頭だけハブ。どういうことよ。ちょっと待って、むっと見ろ。ほんまちょっと俺のサムのおかしかったらもう一回撮り直してもらおう、うん、いや、まあ、お前あのこっち向くとハゲ頭がっつり映るから。しかもなんかちょっと光っとるやないかこれ。あれだな、あの久々にお前キャス出てきたけど、うん、昔よりやっぱハゲたな。あ、うん、おかげでなんかちょっと電波いいもん。なんで電波いいの。めっちゃハゲましたね。よかったですね。そうかな、うん、うわすげーな。え、これカメラの精度が上がったせいかなんだろうこれ。カメラの精度上がったらあかんやん。これからの時代に合ってないやん。今日 8K でお前毛も8本だけ。8K になりそうだもん。 8K って K を K って言うな。あ、どんどんね視聴者の方も集まってきてくれて、どうもありがとうございます。今日はもうね皆様が待ちわびた、山中の新芸名発表キャスなんでね。ちょっと待ってくれ、コメントおでこのことしか書いてないな。これおでこ広くなりましたねって。いやいや、うん、広くなりました。スクショしたとこキラキラ、うん、こう見たらほらあのおでこ広くない。だからあの潔の悪いハゲと一緒で、こっちの毛を全部こうハゲの方に寄せてってるから、反対向いたら反対、うわ反対向かなくてもよし、まあ反対向いたら、うんうわ事故かと思う。えぐれてハゲてるっていうよりえぐれてる。えぐれてる。えぐれてる。どうえぐれてるの。ハゲてんじゃなくてえぐれてるもんな。お前頭うわ汚な。汚な。やめろお前俺のスマホでやってる。ここ営業先や。これちょっとあのねいつも行ってる温泉の営業先の楽屋でちょっと放送させてもらってますけど、まあもう一回経緯説明すると、今から、この相方の新しい芸名を発表しなきゃ。もうさ、うん、もう数年本名でやってきたんやからさ、うん、もう今さら別に。いやかわいそうじゃんお前、本名でこんな頭なのにさ。こんな芸風だしこんな頭で、あの才能もないのか散々作家さんとかに言われてんだから、本名かわいそうじゃん。うるせえわ。あそうな。親がかわいそうだし、うん、ちょっとだから知らん。親なんてどうでもええねん。あそうな、最低な。さすがクロちゃん2世だな。クロちゃんと同じようなこと言うなお前。まあちょっとんで芸名をね、だから M1 グランプリが、うん、この前まであって、うん、M1 グランプリ2回戦がちょっとあって、まあその2回戦ぐらいやったらまあちょっともう絶対突破できるっていうね、うん、みんなにも言われてたし、結構ねあのお月の人とかからも、でも俺もちょっともう今年こそ生きるっていう自信あったんで、うん、もうちょっともう俺もう気合い込めてというかテンション上がって、はいはい、よっしゃやったるって意味で、ちょっとあのお前に確認するの忘れたけど、うん、もし2回戦突破できなかったら相方がゲーム変わるってツイートしたら、うん、いいねが150ぐらい来て、確認しろ俺には、うん、お前ちょっと確認するの忘れてて、それだけ俺あやっぱり頭取りできないと思って、俺あのフォロワーが同じやから、うん、俺あの共通のフォロワーのリツイートが流れてきて俺それ知ったんやから。いいじゃねえかそれ。いい感じですよ。じゃあお前に言う必要なかったんだなと思って、俺芸名変わんのっつって、うん芸名変わる、2回戦突破できると思ってたから。お前突破できないと思ってた、俺ネタを信じてなかったみたいな、漫才を信じてないみたいな、突破できへんやろみたいな言い方。そんなことない。最低だろ。で突破できると思ったらちょっとね、あの突破できなかったんで、まあ今からちょっともう予告通り。電波大丈夫なんですか。届いてますか皆さん、聞こえてますかね。聞こえてますか。ちょっと、聞こえてるかちょっともう一回。聞こえてますか。ちょっとコメントします。コメントちょっとよろしければお願いします。私の聞こえてます。あよかったよかったよかった。山さん私の名前覚えてますかってうちわちゃんから。あ、うん、あ覚えああってない。ああってないじゃ言ってあげない。一応生放送。3、2、1、はいどうぞ。よか。
最低だな。どの女と間違えてんだよ。どの女と間違えて、なんでハゲ隠すんだよ。確かに俺顔真っ赤になるとここまで赤くなる。顔真っ赤になってきたの。うちわちゃん、こいつうちわちゃんのことユカって言ってますよ。最低って言われる。最低って言われる。いや最低だって、どの女と間違えてんのかもわかんないじゃん。いや何やったっけな。ユカちゃんだと思ってんだ。最低だなお前。私は、突破できると思ってましたよ。ほらみんな突破2回戦、あ、まあね、ところが、まあ、ちょっとまあねお前がゆかちゃんと間違えたせいで、またそれも含めてちょっと芸名に響いてくるのかなっていうのは、芸名、新しい芸名ちょっと、それは何なんね、結局何で決まったことなのそれは。どういう結局なんか普通なんかアンケートとかさ、なんか生命判断、でもお前に聞いたじゃん。だから何個か聞いて、だから候補が山中容疑者とか、トレンディエンジェル山中とか、山中隆とか、それバカやろお前、どれがいいって言ってたらこれがええって言うから。そうそう、山中容疑者わかんやろお前、今の時代なんかも。あ、そうな、うん、今の時代わかんやろ。チュートリアル山中とかわかんやろ。あ、そうな、いろいろ候補を挙げた中でチュートリアル徳井さんと俺ちょっとかぶってんのよ。山中アンジェリカとか。お前全員犯罪者やないか。あ、そうな、まあ、犯罪者っていうか誰やけど、あんまこういうのちょっとあれやけど。あ、そうな、まあ、いろいろ候補を挙げた中でこれやって言うから、まあ、ちょっとそれになったっていうね。ちょっとでもお前に悲しいお知らせがあるんだけど、俺が一人でツイキャスやった時の方が見てる人多いわ。やかましいわ。じゃあお前の芸名発表はあんま興味ないのかもしれない。じゃあもう出なくていいやないか。いや勝手にやってくれよ。まあでもね、お前の新しいゲームをね、この後ちょっと発表。もうやっぱ元号も令和に変わったし、おしゃれな名前、ね、天皇も即位したんで、まあおしゃれにね、新しい変わったんで、まあでもいいよ、もう百歩譲って、うん、まだのおしゃれな感じやったら、うん、あ、おしゃれおしゃれおしゃれで横文字だし、ちょっとなんかこう呼びたくなるというか、うん、似合うし可愛いかと。あ、ほんと、うん、全然あ、横文字ってのがかっこいいね。なんか今の時代あってない、なんかそれこそエグジットとかさ、今なんか横文字やん、なんかやっぱりそれが流行りやから、抜けゲットとかな、抜けゲットとか抜けゲットとか抜けゲット売れるか、ほう、うん、というのもいろいろあるんでね。あ、見てる人も10人ぐらいいったんで、じゃあもうそろそろ、じゃあもう一回投稿して、山中、まあ、山中容疑者もちょっと俺は迷ったんだけどね。いや容疑者、でもこれの場合は芸名じゃなくて本名になる可能性があるよ、ね、山中容疑者。でもだって山中容疑者って芸名になったら、うん、もしじゃああれで、うん、キャップイズって俺が捕まった時なんて呼ばれるの、うん、山中容疑者、容疑者2回言うな、2回言うな、2つ犯罪犯したみたいな、ただの強調やないか、そんな、うん、山中さん、またまだ新しい芸名知らないんですか。まだちょっとね、まあ、候補は聞いてたりするんやけど、うん、結局僕らのコンビはいつも相方が全部決めるから、相方何か人に言われるまで動かないんでね。うるせえよ。バイト先とかでも全部そうなんで、結局僕が言うまで誰か指示待ち人間、指示待ち人間、結局なんか2人で相談しようってなってても勝手にお前決めるから、うん、まあでもちゃんと決めてあげたから、だからお前でもなんでおしゃれで横文字やろ、うん、かわいいが、じゃあそれこそエクジットみたいなってことだろ、抜けゲットとか、抜けゲットってないハゲットとかな。山中容疑者、容疑者わかんやろ、山中容疑者流行ってるけどな。まあじゃあ間もなく、新元号発表みたいな新芸名発表します。本当はで新元号のとこ、うん、みんなこうさ、アルタとかでもさ、うん、なんかこう写真とか撮ってたやん、はい、みんなで予想してたしね、予想してくれてもいいですよ全然。なんか予想とかありますか、ね、うん、山中容疑者、容疑者が盗撮の容疑で逮捕とならない、そうだな、盗撮とかストーカーとかな、下着泥棒とかな。じゃあ俺は別に盗撮とかはもうネットの広い画で我慢してるから結局盗撮に興味あるんじゃないか東京03みたいなことになりますね、容疑者、容疑者が、そんなネタがあるんですかね。でそうそう、だって捕まってないもん、ね、お前の間もなく新ゲーム発表しますって言ったら見てる人もうすぐ減ったんだけど、これなんで変ねんよちょっと興味持ってくるお前の抜け毛見せますとかだともうちょっとあれかもしれない。別にそんな発表しなくてもいつも抜けとるやん。あ、そっか、漫才中でも抜けるんですお前唯一、お前がネタ飛ばすとき俺の抜け毛が、お前の抜け毛がメガネに絡まってて動揺してネタ飛ばすときは。さあ、じゃあ10人いったら発表しますか。あと、なんで新芸名発表しますって減るんやん、興味ねえから何このハゲみたいな。もうちょっとお前ハゲ映るようにしたら人集まんじゃないか。いや別に見せ物ちゃうし、
うん、ほら増えてきた増えてきた。ほんと？さあ、じゃあこのハゲの新芸名発表いたしましょうか。いいよ発表して。ライブは今営業終わりでね。今ちょっとあの温泉の営業終わりの、ビンゴ大会の司会をやって、今司会なんでこれあの営業先の楽屋なんでね、うん、はい、じゃあ楽屋で山中の新芸名発表します。あ、また10人来たな。また10人来たな。一気にだけちょっと増えたのに。ちょっと増えたのにな。どんどん減ってくの、お前の頭髪の毛みたいな。ちょっと待って、もう一回じゃあ、ダメだ。ありがたの髪の毛。髪の毛じゃない。髪の毛ね。に。おい。減ってきた。来た。よし。10人いったら発表しましょう。うん、ワクワク、お、ドキドキワクワク。3人、4人だけワクワクしてくれてるよ。だってある意味ワクワクだけど、ふさふさは一人もいないな。いや、ふさふさって言ってくれる。あ、そうだ。だって、俺、これ前髪これすごい長いんやけど、うん、これな、もう4年切ってないから前髪。汚ねえな。いや、じゃあ別に切ってないっていうか、洗ってるわ。あ、そうなんだ。洗ってる、切ってないだけや。あ、そうなんだ。さあ、お、そんなみんな興味ないのかな、はいはい。いや、まあ、そんな興味ないもんね。新芸名発表。リッチトップとしてなんかある意味天気の。そうだよ、お前。ね、お前じゃあ来年は俺が芸名変えるかもしれないからね。2回戦負けた。ああ、なるほど。でその次はもうコンビ名変えるかもしれない。また1年目として今出ようとしてる。1年目としてね。今出ようとしてるね。赤いのそれは。よくあるやつだな。よし、じゃあ発表もするか。ハゲピーとかポケモンみたいでいいと思います。うん、確かハゲピーいいんじゃない。いやでもハゲって入ってるだろうな。あ、ハゲやっぱやろ。いやそれは嫌だよ。あ、そう。あ、よかった、俺新しいじゃん考えた芸名ハゲ入ってるって。あ、ほんと、うん、あ、それぞれだって俺また入ってくるかもしれんよ。だからもう前だって俺にこっそり隠れてアデランス無料診断行ってもうここから生えませんって言われてたじゃん。うせよ。俺にこっそり隠れてアデランス無理をしんだ言って、お前。俺プロに諦められたんですよ、うん、これもう無理ですねって言われて、プロに諦められた。で俺に黙って隠してるくせにお前のスマホで2人でゲームしてたら、うん、ネット広告がアデランスばかり出てくるから、なんでやろお前それ、お前これアデランス行ったろみたいになって実は行ったんや。行ったよ。行って無料相談行ったらプロに諦められたんや、うん、これもう無理ですねって言われて、じゃ あもうじゃあ集まんないんで。もう一回ちょっとじゃあコメントするか。お前どんだけ。あのだって俺が一人でやってる時より見てる人少ないの。なんでやろ。だって別に変わらんやんけ、お前がいるんやろ。俺がやってるならまだしも、いやでも普段のツイートも俺一人のよりあのお前がちょっとでも映り込んでたらいいねめっちゃ減るんだよ。いや犯罪者ちゃうんだから。自粛しなきゃ。犯罪者落としてるんじゃないやろ。自粛しなきゃみたいな。俺今はちゃんと俺税金とか払ってるタイプ、払ってるんやろ、うん、ちゃんとそこは借金しながら税金払ってる。さあ、あ、10人いったからいきますか、うん、新芸名発表します。リッチドッグ山中の新しい芸名はペロリン山中です。何やそれ。ペロリン山中。お前横文字でおしゃれ言うたよ。おしゃれ、横文字だしおしゃれでしょ。ペロリン山中かわいいし。何ペロリンって。ペロリン山中ですみたいな感じで出てきて、クラッカー来てる。おや、ありがとうございます。ペロリン山中ありがとうございます。ありがとうございます。見てくれてんですね。めちゃめちゃ気持ちいい。ペロリンや、え、もうペロリン山中っぽい顔してよ。だってペロリン山中っぽい顔してあげて。ちった気持ち悪い。ペロリン山中。まあこれなんでペロリン山中になったかっていうとね、うん、まあいろいろこう作家さんとかとみんな喋ってる時に、うん、今後どんな風になったら売れるかみたいな言われて、うん、いじり岡田さんに似てるからいじり岡田さん路線がいいんじゃないって話になって、まあいじり山中はちょっとなってなったから、うん、ペロリン山中っていう。まあでも遠回しに2代目いじりさん。2代目いじりペロリン山中。でも作家さん、でもこれ、うん、作家さんがマジで考えてくれたんじゃないかっていう意味で言うと、うん、確かにいじりさん路線はいないよねみたいな。いやあのでも作家さんがマジに考えたんじゃなくてペロリン山中は俺が適当に考えたの。遊びで言うな。お前遊びつけんなよ。あ、じゃあペロリン山中すねって言って、そのままでもお前がだってお前じゃあ山中容疑者とかトリンディエンジェル山中とかどれがいいって言ったらペロリン山中。いやそれはそんなことペロリン。いやちょちょちょ、いやペロリン山中ってかわいい、かわいい、みんなほらかわいいとは来ないけどみんなペロリン山中ペロリンって来てくれてるから。いや、 いやペロリンっていう候補は知ってたけど、うん、マジでペロリンにすんの。今からあのお前のツイッターのアカウントの名前ちょっとペロリン山中変えなんでや。いやこれはもう変えなきゃだめ、生放送で。お前だっていつまでもそのだ
まあだから名前と一緒に変えなきゃいけないもあるだろうな。何がやん。お前ツイッターのアイコンさ、いつまでもさ髪ふさふさの頃の大昔の写真使ってんじゃん、うん、あれ詐欺だから。詐欺言うの。ちゃんと新しいのに変えなきゃいけないわ。あれはちゃんと新しいのはハゲてる。いや、ハゲてる。まっちゃん、一気に2つは変えさせんない。なんでだよ。あれは変えなきゃだろ。あれ見てライブ来たお客さんが、リッチドッグって相方変えたんですかって言うから。いや、言われるけどたまに、うん、あんなハゲの人ですか。 なんでハゲ具合で言われるの。うん、あれなんかツイッターで見てた写真と違うんですけどって言われちゃうから、じゃあ今からちょっと相方が、ペロリン山中に。これペロリンは、うん、ひらがなとカタカナとカタカナのイジリンさんと。あれどこインスパイアしてんの。そこもイジリーさんちゃんと印象付けなきゃいけない。俺本当にもうこれからペロリン山中でいくの。そうだよ、もうペロリン山中で、どうもリッチドッグのペロリン山中です。ペロリン。いいじゃん、お前舌もペロリンだし前髪もペロリンだし。前髪ペロリン、このペロリンもあるんだよ。前髪もペロリンだし。なんで2つ入ってる。2つペロリンいるんだから。ちょっとほらペロリンじゃん。ペロリンじゃねえ。どう見ても雑巾みたいな頭してんじゃねえか。誰が雑巾。雑巾みたいな頭してんじゃねえ。じゃあ、はい、あのまずじゃあツイッター名前から変えましょう。はい、じゃあペロリン。ほら確かに詐欺だと思うみたいな、トップが詐欺って言われてんじゃん。ペロリン山根から変えましたよ。お、じゃあトップが次変えましょうか。何の写真がいい。 M1 の写真持ってる、あの髪の毛のあれか、ちゃんとハゲが分かるやつどっちかがいい。自分たちの写真持ってる。それか今撮ってくるよね。あ、これ、あ、いいよ。これぞ撮ってくれ。これインカメになってる。あ、これはいいかもな。ペロリン山田。あ、ペロリンさんでほら、新しくコメントもありがとうございます。というわけで、じゃあ、もう一回コメントするか。というわけで、あ、これは、芸名は後でツイートすればいいか。発表しましたっていうわ。発表しました。どうどう自分で生まれ変わった感じ。お前待てよ、お前これ。お前、俺の見してあげる。俺の、俺のやばすぎるやろ、これお前。アイコン見して。アイコンやばいやろ、これ。アイコンやばいやろ、これ、おい。ペロリン山中。いいじゃん、お前。あ、山中、サインも変えなきゃいけないな、確かにな。お前なんかちょっとかっこつけて、山中って崩して書いてるけど、うん、ちゃんとペロリンも入れなきゃいけないから。それか、山中って書いたやつをペロンって舐めるから。普通か、山中ってペロンって舐める。ペロリン山中。うん、次だから、お前サインもらった人は書いた後、ペロンって。これが俺のサインや。あ、まあ、お望みならばな。お望みなら。呼び方はペロリンさん。何、山中ペロさん、ペロリン。ペロさんちょっと可愛いから。いや、まあ、まあ、まあ、あの、うん、浸透させるならそれペロリンさん。ペロリンさん。うん、浸透させるなら。あ、3いらない、ペロリンでいいんじゃないか。あ、まあいいですよ、まあ。ペロリン山中も可愛い、呼びやすいもんな、ペロリン山中。あ、でも、うん、今のアドバイス結構良かったな。何が。もし、うん、なんか、俺のことをこれからハゲって、ハゲいじりをしてきた人は、もしなんか、サイン書くこととか握手とかあったら俺ペロンとするわ。うわ、まあ、ハゲいじりしてきたらって言ってる頭ずっとハゲてるから。ずっとハゲてんじゃねえかお前。うっせえな。うん、舐めるのは汚いからやめてって。まあでもな、お前の得意技なんでね。というわけで、舐めた色紙いらないとかが呼び方ペロリン。うわって。うわって何なの。久々に聞いたの、うわって。新しい生まれ変わったな。これで生命判断まだしてないけど、多分きっといいやつだから。お前な、もし生命判断がこれ絶対地獄落ちるみたいな。ちょ待って、なんかさ、うん、無料でもあるやん、生命判断。ちょっとやってみて。じゃあ、画数でちょっとやってみて。無料の、うん、まあ無料やから、一概にもいい結果でもわからないけど。うん、いや、でも多分な、いいと思う。俺は呼びやすいから。うん、で、インスパイアとか、ピンと第一印象で来た名前だから、うん、多分それが一番、いい、お前に合った、お前の運命の、ペロ中さん。あの松本さんも来てくれてるよ。よかったじゃん、お前。無料の、うん、生命判断する。生命判断。まあ、これで、だって、俺の名前別に悪くなかったからな。いや、悪かったか。悪かった。犯罪者に投げかけてるような名前だったから。あ、これ、あ、生命判断ってさ、性別、名字と名前で分かれるんやけど、ペロリンはどっちなんだ。あー、え、もう、あれ、ペロリンが上にしよう。名字しよう。山中はしたけど。ペロリンじゃん。ペロリン山中。いいな、お前。お前、俺もう、へってやったらペロリンじゃ出てくれんけど、そこへ。いいじゃん、お前。これからはだってペロリンとして生きていかなきゃいけないんだから。いろんな人、お前、いろんなアイドルとの仕事とかも全部、どうもペロリン山中です。お、どう？生命判断。うん、
妙にしっくりした。たとえ困難があってもかえってそれをチャンスに変えて切り開いていける強運の持ち主。あ、よかったじゃんお前。だからハゲてもそれが芸風として仕事になるっていうことだから、抜群の判断力と実力が加わって必ず人の上に立って成功するでしょう。だから判断力はテロンってするタイプが独立思考のタイプで組織の中の一員になるのを嫌うという特徴がありますからね。ああ、よかったじゃん。あの周りにお前よく嫌われるからさ。あ、でもこれ仕事論戦いいな、うん、女性相手の仕事や職場を選ぶと良いでしょうと。あ、だからこの作家さんはあのイジリーさんに似てるから、うん、グラビアアイドルとかがその写真集発表するような司会者で行って、うん、アイドルの人がうわキモいみたいなリアクション取りやすいから絶対仕事来るよって言ってたじゃん。俺はもうあ、まあ名前がだからいいじゃん、写真集の発表会なんかお前司会行って写真集ペロンってすればお前それ一芸にすんの俺の一芸やんそれペロリー。あ、でも名前が後押ししてくれて俺めっちゃペロペロできるってわけな。そう、クロちゃんと一緒にペロちゃんとペロちゃんクロちゃんペロちゃんクロちゃんペロちゃんでいけるじゃん、まあ、ペロちゃんわかんないクロちゃんペロちゃんペロちゃんってお前ペコちゃんみたいじゃんあかん、これ金銭のトラブルが発生しやすいって書いてあるわ。あー、ちょっと徳井さんみたいになるところがやめとき徳井さんはちょっとやめとき。あ、そうだ、ね、今あ、そっか、うん、よかったじゃんお前、ほら見てる人もあの確かに俺が一人でツイキャスやった時より見てる人少ないけど、言わんでって思います、うん、お前の発表できてよかったな。ちょっとというわけでね、今日はあんま延長はできないですけども、ちょっと倍ね、バイトって言いかけて、今バイトって言いかけて、あのお前がめんどくさくなったらそろそろバイトやって言って、まあまあまあ、この前俺一人でツイキャスで発表したからみんな知ってるからな山中はめんどくさくなるとそろそろバイトがって言って逃げようとするっていう、本当にバイト、今バイって言いかけた別にめんどくさくなったわけじゃない、バイって言いかけたからな、いつも金銭トラブルになっとるやんっていう、いつもだよね、うん、というわけで、じゃあ最後コメント、うん、俺アカウントがやべえな、アカウントがそうだな、犯罪者の犯罪者アカウントの写真赤いのこれ、もっと明るいやつでさ加工すればじゃん、赤いくんも。でも髪の毛盛るのよ、ちょ待って、こんな髪の毛にモザイクかけたらいいんじゃない、こんな顔でお前誰がフォローしてくれんのこれいいじゃん、こんな顔でお前いいじゃん、こんな顔でお前髪の毛もペロリになってるしなこんな顔で誰かやねんお前いいなお前な、うん、俺一人のキャスより視聴者少なかったけど、相方の芸名発表しました、発表しました。じゃああのさ、うん、いつもなんか自己紹介なんかこうなんかでライブ出たりとか紹介するとき、うん、でもリッチオクの山中ですって言ってるやろ、うんうん、え、じゃあこれから俺リッチオクのペロリン山中ですって言えばいい。あ、それはもう漫才一生出るから山中でいいよ。何ちょっとあのガチな感じ、俺には俺に面倒かけるときは山中でいい、うん、俺に面倒かけ俺に面倒かけるときはもう山中でいいけど、なんかあったらペロリン山中です、サインとか、うん、なんかね、そういういろいろあると、一人の仕事があったりしたらもうペロリン山中最高だよっていう、ほらよかったな、みんなに歓迎されたじゃん、ちょっと見てる人少ないけど、それを言うなというわけで、山中の新しい芸名が、発表されたっていうことでね、これから新しく生まれ変わって次のじゃあ M1 も含めてですけど、いろんなところにあのもしこれで追加合格で2回戦突破してたらごめんないやそこ戻せ、いやそれはもうだめ、もう発表しちゃったから。それにあのもし2回戦通っててもその後にこんだけ言ってもう3回戦で落ちるようなことあれば相方が芸名変えますってツイートするつもりだったから俺分かりませんよ、優勝するまでツイートするつもりだったから。じゃあ優勝したら、うん、芸名変えなくてよかったの。そう、優勝した時だけ芸名変えなかったらよかったけど、もうちょっとね、うん、まあまだ分からんから追加合格、追加合格あれは追加合格はもうペロリン山中として出なきゃいけないんですよ。なんでやねお前もうよかったな、地元の友達とかにも俺新しく変わったからみたいなちゃんと言わなきゃな。地元の友達関係ねえよ、俺内緒にしてんの芸人やってんの東京で先生やってるみたいな嘘ついてたもん、大学行ってねえのに大学行ってるって嘘ついてたじゃん絶対言うなそれもまあこれはちょっとね発表しましたんで、というわけでもう今日こんな感じですかね、はい、うん、バイだね、またバイトって言いかけたけどないやちょっといろいろとあるね、バイって言いかけたけどな今のいろいろあるんでね、いろいろがまあバイトということなんで、まあ改めてリチロク宮本とペロリン山中でね、新たなリッチロックをよろしくお願いします、まあ、しょうがない、うん、次来年合格なんか
意外にちょっと悪くないなと思ってる自分もちょっといるんよ。そうやな、絶対だって普通の今までのお前よりは仕事増えるはず。いやそうやな、それが余計にムカつくんじゃん。もう水曜日のダウンタウンとかそれこそクロちゃんペロちゃんで絶対に余計それがムカつくん。いつかお前絶対クロちゃんの頭ペロリするから。苦いぞ。なんで味知ってんだよお前。ハゲは苦いみたいで、うん、というわけでね、皆様本日はどうもありがとう。ちょっとコインくれた人すいませんね。また次回何かの時に延長しますんで。この後バイト頑張ってください。ほらお前がユカちゃんって言ってた人が、ちょっと名前間違えてユカちゃんって呼んでた人がね。ちょっと後でね。後でか、ちょっと謝罪をします。というわけで皆さん、新しい芸名発表を付き合ってくださってどうもありがとうございました。おやすみなさい。どんなんかわからんのか。わかんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近お見せもないって言われてしまえるぞ。もう人生の集大成ですよ。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。